いきます。いやちょっと大丈夫です。そしてどうもドンソルです。ありがとうございます。いやってまいりました。やってまいりましたね。いやちょっとね、はい、前回はあの炎のビオ7をね、はい、あのライクパイセンのチャンネルでやらせていただいて、はい、まあ、ちょっと平田とやっぱね勝てないっすよね。同じ条件だとやっぱ、はい、狭くなるじゃないですか。まあ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 、うまいんで、まあ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 、ハンデをくれないと、まあ、それはね勝てないかなと。いやそれでね、はい、とツイッターで募集したところいいハンデ、ね、あ、いいハンデありました。いいハンデを仕切れてきました。いやこれねやっぱハンデ枯渇してますから僕たち、まあ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 、もうやりすぎて常にね常にもう新しいハンデをね募集しておりますが、はい、今日ハンデ何でしょう。じゃあいきます。はい。プロのライキジョーンズなら彼女いなくても彼女がいるドンソルさんに勝てるです。え、なんだ、どういうこと、どういうこと。やっぱりリア充、はい、やっぱ普通だったら、はい、あのリア充に勝てないんですよ。あ、普通だったら、普通だったらリア充の方がちょっとカースト的に強いんですか。上になっちゃうんで、あ、上になっちゃうんですか。普通のやっぱ普通だったら勝てないんですけど、はい、しかもドズさんはもう彼女じゃないです、はい、もうもうお嫁さんがいるんです。お嫁さんがいます、はいはい、嫁ちゃんがいますから。嫁ちゃんがいるんで、はいはい、普通だったら勝てるはずがないんですよ。だけど、はい、まあ、プロなんでギリ戦えるんじゃないかなっていう。どういうこと。絶対これハンデじゃないですよね。え、ハンデですか。マジっす。マジえ、でも分かんないですね。もしかしたら、はい、あ、もしかしたらドズル勝てるかもしれないと。そうそう、多分愛のパワーで半分ぐらい持ってます、視聴者さん。あ、じゃあちょっと今日リア充代表として頑張らせていただきます。はい、今撮影してる目の前に嫁ちゃんいるんですけど、今日なんなら、はい、その嫁ちゃんにこの企画をねこれいいんじゃないっつって、ね、確かに確かにおもろいわってなって何のハンデにもなってないって。何のハンデにもなって、え、BO3 でやべえ、ちょっと勝つ、ちょっと待ってくださいよ。 OK、 これでいきます僕。ちょっと俺はいやー、これなー、今までで一番薄いハンデ。いや、そう思ってるんだろ、ドズさん。いや、本当に本当に、いや、数多くのハンデをやってきたんですけど、またそういうリア充といえばね、あの、はい、クリスマスにね、また面白い企画があるかもしれませんので、はい、楽しみね。あ、ちょっと待って、あと1枚なんだっけ。あれ、デッキ新しく組んでますね、これは。いや、組んでないですよ。組んでます。あ、わかった、スケラフリーズですね。スケラフリーズと組んでます。わかりました。ちょっと違う。変えよう。待って。出た。スケラフリーズ。なんであと1枚わかんない。スケラフリーズ組んでるから、これは。どうしよっかな。OK ですか?はいはいはい。これだ。ハルチェがね、あかんのっすよね、あいつが。まあ、確かに。あいつは本当にあかん。確かに。それ間違いないですね。お願いします。よし、勝ちます。頑張ります。よし。よし。今日ね、結構ライクパイセンと何戦かやったんですけど、はい、今組んでるということはそれまでにないデッキ、はい、なるほど。かつあと 1,2 枚が分かんないデッキなんで、はい、普段使わないデッキなんですよ。もうサイゼン、リア充咲いてますから。リア充頭冴えてる。違うな、リア充は。違うわ、やっぱここでハンデがあるもんだって。そうなってくると出たハルチェ。デッキ読みの時点でね、デッキ読みの時点でアド取っていきたいですよ。ハルチェトルネードで、はい、トルネード、おーい、来た。ああ、はい、これは頼むよ。よしよし、あるよ。さあ、これトルネ持ってても、いや、かなり苦しいはず。オッケー、あるこれがリア充の力。ちょっと待ってよ。よしなんで、よしよし、なんで、あるちょっと、なんで。ありますね。え、これプレイしてますよね。プレイしてますよ。ドキドキ、ボンさんやってるドッキー。さて、ね、ライクパイセンリードを取るとちょっと不安になる、逆に。
でもフィリーズもあってファルチェもあったんで、うん、バルーンかスケラ、うん、さっきゴブリンもいて、あ、スケラですね。これはトルネが、はいはい、トルネ使った後いいですね。いやマジかお前、いやマジ、いや強い強い、天狗とパイセン強い。あ、よし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 、あれこれはこれはあれあれ、リアジー強いんだけど、リアジーが強い、まさかのまさかのある平打ち勝利。フリーズがあるからな、油断しちゃあかんよ。怖い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 、わ怖い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 、無理無理無理、オッケー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 、よしよし、怖え、怖かった、これよかった、さすがに、あぶねえ、よし、久しぶりの久しぶりの勝利でございます。これ平で勝ったのはもう本当にやばい、あざす、ちょっと待ってちょっと待って、焦るからやめて本当にこれはちょっともう、あれ勝ち組、勝ち組になったぞ。まあ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 。リア3ですよね。リア3なの。オッケーオッケーオッケー。もうなんなら追加ってば私は。なんなら5にしちゃってもいい。なんならって何？なんならって。そんなに言うなら。長くなればね、僕は不利なんで。これはちょっと刈り取りに行くわ。みんな。次ね、本気で。あ、僕も絶対もう絶対あれで来るっていうのがあるんで。いやでもな、あれで来たときに、ちょっとシンキングタイム、シンキングタイム、あれで来たときに、いや強いもんなやつ、お願いします。さあ始まりました、マジアチャペッカラムをね使ってくるんですよこの人は。甘い、もうそう集中してる集中して、私のコラボの時には見せない顔してる。これみかんさんだから。みかんさん、みかんさんチャージしとるわ。なるほど。動かぬ。疲れる。バルキリー、アイスピ、バルーン、ファルチバルーンだって嫌な。いやぐわいやー、マジか、ナイスこれは、まあ、でもまだわからん、強くない？ちょっと、いや、弱いっす、いや、弱くはないでしょ弱くはないでしょハルチェ、今のえぐい、いやーこれちょっと致し方ね、痛い、痛いよー、まあまあまあね、こっからっすね、こっからっすね、このくらいは許してあげましょうと。ハルチェがなこいつよ、悪さしちょんのはしちょりますね、しちょりますね、こいつは本当。トルネでまとめられると、あ、やっちまった、しかも高回転で回ってきてまた悪さするからしない、いやしちょりますよ悪さ、悪さしちょります、こいつは
よし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 いや、結構緊張するな、これマジやばいから平でね、やっぱね、あ、平じゃない、平じゃない、平じゃない、まあ確かにリア充対で、はい、このハンデで負けちゃうと大きめのハンデですね、大きめのハンデですからね。ただ私は勝ちたい、ここ千年に一度のチャンス。ちょっと待てよ、何出すか、何出すか超重要ですね。よし、俺は信じる。こうこれだ、これにします出た20勝スタンプ。動かず、まあ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 、分からせのね。マウント取ってきますねいやーこれなんだろうな、待つのか。トイレ行きたくなってきた、トイレ行きたくなってきた、負けちゃうかもこれ。いや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 、保険かけんな、保険かけんなトイレ行きたくなったわ、やばい。いや動かねえか。なんだろうな、間抜け。これね、バルーン説あるな。違う、ベビー、よしよし、きついはず。いや、ワンチャンまだある。勝てる勝てる。勝てるよ、これは。ぐっそでしょ。くぅ、うめぇ。うめぇうめぇうめぇ。いやいや、まだ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 。素で喜んどるやん。マジでちょっと。いや、今のうまかったな。いやー強っ、いやーこれ時間ない、でも相手も攻撃呪文ないから、くーやめて、よしよし、ちゃんと警戒、ちゃんと警戒、ちゃんと警戒してるよし、あるよやばい、出ろ出ろ、入れ入れ入れ、来た、ぐー惜しいめっちゃ遅かった、危ねえよマジで
マジで。いやー惜しかったな。結構最後の試合は熱かったけどやっぱうまいですわ。あそこよく止めれますね。うまいな。はい。リア充敗れました。いやーめっちゃ一番苦戦したこのハンデ。一番苦戦しました。一番苦戦しました。今まで一番いろいろあった。一番強かったっす。今までのドズル歴の中で ドズルずっと変わってないはずなんですけど、ね、史上一番強かったっすよ。そんなに、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。追い詰めました。ねえ、ということでサンドバッグ企画、はい、久しぶりに、はい、帰ってきましたが、さあ久しぶりですね。いや気持ちいいですね、やっぱ。いやでもね、はい、まあこれ帰ってきたなって感じします。ライクパイセンたち、あ、日本帰ってきたなって一番実感する出来事なんで、はい、増えますね、これからどんどん増えていくでしょうね。最初言ったんですけど、はい、ハンデがちょっと枯渇してるんで、うん、ぜひコメントにね、確かにハンデを変えてくれてるとメモるんでね、そう、週一でサンドバック企画がね帰ってきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、はい、まだね、まだまだ、ドズルさんの方の、ね、チャンネルでも俺のチャンネルでもあるのでね、ぜひ見てもらえればなと思います。お願いします。ということで今日は終わります。バイバイ。バイバイ。